その辰之助さん、当時二十九歳。鉄道隊の通信兵だった園さんは、爆心地から二キロメートルの楠木町で被爆しました。園さんは、朝、広場で訓示を受けている最中。 耳元で風船が破裂したような音を聞きました。同時に火の中に放り込まれたような暑さを感じ、気がつくと大やけどを負っていました。戦後は神戸市被爆者の会の会長として平和を訴える活動を続けています。令状をもらったのがあの12月1日まあ入隊という令状で、 3月いっぱいで、まあ、あの、教育招集期間が終わったんですけども。引き続き、あの、うん、臨時招集、に切り替えられて。あの、その頃になりますとね、あの、国土、あの、本土でも、あちこち、こう、空爆されとるという状況で。国土防衛っちゅうことが、もう、その、やっぱ、叫ばれるような状況だったわけですよ。それで、あの、鉄道隊っちうの新設されて、そこでも、ぴっちり、その。 鉄道兵としてのレール線路敷設の訓練6か月そして昭和19年の9月ですかあの9月1日かもうその時はもう完全武装というですかね廃納というのがあってあの小銃それから実弾鉄兜とまで持たされてどこへ行くのかさっぱり分からなかったんですよ。もちろんこれは外地行くくらいに思ってったんですけども、えー、まあ列車に乗せられて。で まついたところが広島だったということです。でその場所が広島市須野区町というところで総独中学校というあの、うん、宗教関係のあの、うん、学校がありましたね。木造二二階建てのそこがあの閉になってそこに駐屯して一校中隊二百五十人です。で五、えー、月日って翌年のあのそこについてからはあの 鉄道そのころになりますとねグラマンなんかも飛んできたり、えー、クレーンが空襲されたりということで空爆跡とかあの列車が転覆した後の復旧作業とかで駆り出されて毎日のようにねそのクソの機町から隊列組んでその現場復旧の作業のためにうん作業をしとったと。 この日もねいつものようにあのそのそいわゆる皇庭で、うんまあ、平定っていうんですかまあ皇舎の広場ですから皇庭そこでもいつものようにあの8時からやったかなあの中隊長の訓示を受け取るさなかでしたで中隊長はまあ壇上の上でこう太陽の側を向かと私どもは太陽を背にして訓示を受け取るさなかでしたけれどもあの飛行機の音が聞こえました後ろの方で,で中隊長はこうして見とてりました私どもはねなんだかんだ言ってもその 後ろ向くっな振り向くちゃなことはできませんから一応まあ休めの姿勢でありながらも中隊長の方を前を見て何もないというような顔をしながら訓示聞いているの中でしたその最中にバシッというて私の場合はなんか耳のそ耳元ででっかい風船が割れてうな音のように聞こえましたと同時にね火の中っていうんですかその火も あの青白い日でしてねあの溶接で出るあの青白い日あんな日の中にこう入った感じで「暑い暑い」とこうあの地面を確かな灰ぞり回ってました意識はずっとありましたあでもあこのまま自分は今こうして死ぬんかっちゃなそういう思いを持ちながら灰ぞり回ってましたところがねこう見ても全然見えないといいますのに、ね、埃りがものすごくてそのもあのいろんな埃りがうわーっと渦巻いとったんでしょう 前が見えないです。視界がゼロ。早ずり回っとって、その時間は、それは分かりませんが、何秒間だったと思います。何を感じましたね。でも、まあ、あの、死に至らなくて、まあ、ちょっと立ち上がったくらいですから、もうかな時間だったと思うんです。で、まあ、立ち上がって、ちょっと見まして、ようやく、まあ、この、誇りと何も収まって、 でどこに立ってののか、がつかつよくよく見ましたら、あのー、当時まあこう永、まあ、帝の入り口になっとったところにこのような菓子の木がありましてねの菓子の木が葉っぱがほとんどなかったんですけども菓の木が立ったのが見えてああそこが入り口だったんだなということで見当、まあ、がついたところが向かい側に立っ,てったはずのこの木造の校舎が全然ないんです倒れてしまってそういう状況で、えーまあ、天然バラバラっていうんですか あの時の状況はね、まあ、何もない、あのー、災害の負、ねまあ、うてない状況でこう他から見てるとすればまさにこう雲の子を散らしたような状況だったんじゃないでしょうかそういうふうに想像できます。で、あのー、とは言いながらやっぱりそこは兵軍隊だったからだと思うんですけども誰かが衛星衛星兵と呼んでましたのその衛星兵がね、まあ、何人かであの自動車に使っとったグリスドラム缶でこう出してきて。 で兵隊並べってわけですその時私どもはもう気が立ってますからいつかまだどうなるか分からんっていうのは不安もありながらも気が立ってますからこの略防から下背中のもうベトベトにやけどしとったんですけども「あの並べ」って言われてそのグリスにこうあのドラム缶に手をつけ込んでグリスをその衛星がこう塗ってくれるわけです。それで塗ってもらってで誰が命令されるんでも何でもなしにもう逃げろという,うことでもう思い思いに逃げようということで。 午後中ですから3人とか5人が連れ立って私は3人か4人だったと思うんですがあの太田川堤防沿いに架け足くらいだったと思うんですが、ね、それがこう逃げましたあのそのキロすも分かりませんけどもある農家にたどり着いてそこであの農家の、まあ、主婦ですかうん農家見ました時にね壁の一部がこうしてましたわ、うん、でなすとかきゅうりの葉っぱがとこしおれてるそれも印象に残ってます。 その農家の主婦が親、ま、切、ああのー、の方でヤグタにはきゅうりの汁がええからということできゅうりを吸ってくれましてねその汁を塗っていただいたりなぞなぞしてもらいながら、あのー、しばらく休憩していまして広島の市内の方を見ましたらその時もね、あのー、私数湯を見ましたけどもどんどんっちこっちこう8か所くらいから火の手が上がってました。それはまあ小さい日だったんですかね。 距離はやっぱり三四キロ奥まったところだったと思うんですよその農家っていうのはあっ8か所くらいから火の手が火が出とるなそうこうしてるうちに全市がいっぺんにこ,うこの火災ですか広島全市が燃えているようなそれものすごい火災っていうんですか、えー、見ましたでそれも暑さも感じませんでしたし三キロも四キロも。 離れてる距離から私見とったんだと思いますがその炎もやがて収まってで頃合いを見計らってあの同行した兵隊とうんぼちぼち帰らなあかんな帰ろうかっていうことでタイの方を向かって歩いて帰る途中でその出会ったその避難者っていうんですかおそらく中心地に近いところから近いところで命だけは助かったという方たちが。 避難されていく姿、その方たちに出会ったんですけども、まあ、何千何千人だったでしょうぞろ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 その駆け足する力もない方たちその衣服は焼かれてますからねその着てる衣服もボロボロなんですよねそして濡れているような感じに見えましたね私には一言で言うと皆さんがこうワカをぶら下げているような感じこれ表現するとそういう姿 濡れてらっしゃるのはねこれも後で分かったんですけどもその血管が切られて血しぶきがねこう垂れ下がって流れて濡れているような具合に見えたと思うんですそれはあのすさまじい感じですそれでもね私自身があのやっぱその頃のになったら自分自身もヒリヒリするような感じがありましたし一言じゃないっていう思いがあったんでしょう凄まじい姿やなという思いはで見ましたけれどもかわいそうやとか気の毒やとか それはなかったという思いますね、うん。それどころにはない自分自身がっていうようなこともあってそらあの姿見たその姿は子供もい見ますしね婦女子の方中にはその兵隊将校ですかまたサーベを下げている将校その将校の姿の,その哀れな姿っていうんですか神様のように私らは思ってましたからね将校なんつったら。 ところが一番こう惨めな姿に見ましたねその飛翔子がそのぞろぞろこう避難している姿を見たっしかもその中の多くの人がねこの肩口からこれもこれも一緒の骨が見えたるの肩口の骨がで顔がずぼっと向けてしまって横でですね了解なその顔が地面をずってるんですずるずるほりを上げてあの姿もねそれはすさまじい姿だったんですけども痛そうやなとか

る地形でしたからだったと思うんですけどもタイは倒れておりましたけどねもちろん何とかねあの焼けずに残っとったそういう状況もありましたところはそのうん、まあ、タイに入る手前お互い着きましたらね互いの,あの近所で住んでいらっしゃった方たちの家も倒れてその倒れた家,家の屋根からこう体を出していらっしゃる娘さんがおりました。て印象に残ってますがね顔からもベトベトも血だらけになってらっしる上半身もちろん裸で。 それれ以上外に出られないんですよね。助けを求めておられるんだけどもそれを助ける私どもにはすべもなかったっていうのも印象に残っていますしかもなおその頃になりますとこれ何時間経過しとったのか分かりませんが救援隊が入っとってその、まあ、亡くなられた方をこう集めてあの大田川の堤防にこうあちこちも積み上げてるんです何か所も何か所もまるで米倒れが積まれているような感じでその方たちの,もうあの焼かれてる姿にも 炭のように真っ黒に焼なってましたねそので、まあ、死んでおられるはずなのにあの私もねあのそばへ行ってあの、まあ、見たいんですかな決して高級心とかそんなんじゃなくてその中にはね運をめいてる人がおるんですその積,みられてる積み上げられてる中の死んでるはずの人しかもうおうおいとこうのをこう 言うておられるような運命うものをおっしゃろうとしてるようなそういう姿もありました。それがあっちにもこっちも積んであった。それを全部見たというわけじゃないんですもんもその、えー、まだそれでも自分がまだ何かあるんじゃないかっていうのそういう不安がありますから落ち着いて観察とかはそんなんじゃなくてたまたま見たとその姿もやっぱり印象に残ってます。で私が見たそんな情景なんななていうのは、 あの2キロ離れたまたたま,たまこう通りがかって避難されていく方たちの姿を見てすごい姿で、まあ、の今言いましたようにねゴミら川に積み,積み上げられたその亡くなられた方たちの真っ黒になったこう焼けた死体しかもうごめ,うごめいてる姿それはあの限られた範囲ですけども限られた範囲でその姿私なりに見て あれがこのような地獄だったと。そろそろ印象が残っていますからそれよりもっと至近距離の方たちにね状況なんていうのはどんなであっただろうかとあとさまざまな話を聞きましたけどもそら想像連結するものがあったんではないでしょうかその時は14万人亡くなったって言いますからね広島で14万人、まあとでよく調べた結果では19万人くらいだと言われています 原爆の凄さっていうのがそれでわかると思うんですわとにかく元安川近くの道路上にはもう蟻がこう張ってるようにね、まあ、あの中学小学校高学年、ね、中学生くらい勤労同意にされた学生たちがね蟻が張ってるようにこうやっとしんどったという姿があったということですからそれは中心部に近づくほど私が見たそれ以上のすごいものがあったんやと当然想像できます。 ことでまあ、タイに、まあ、戻って掘ったて具みたいなところを、まあ、仮の弊社にして、うん、そこでまあ残務整理っていうんですか言葉で言うとそういうことなんですけどもその当時私はねあの原爆症前までは中隊本部におりましてねあの軍隊と一緒にこう書く仕事をあの、まあ、させられてとったんですわ。うん、そういうことで残務整理っていうのがあって、うん、9月の3日になんとか 兵役解除で除隊したんですけども。あれが8月15日、8月6日から5月の3日くらいまでは毎日毎日が食料あるんですよ。毎日があのもち米を炊いたご飯でね。とあのたくあん。それだけのあの素材で過ごしたのもこれも印象に残ってます。要はこんなもち米があったなと嫌な気持ち。それからも、ま、後、あ、先になりますけど、あのそれも後で分かったんですが。 団長のいた中隊長はね、後であの。名だけ出して前、前真っ白にあの包帯で。うん、包んでおりました。おそらく吹き飛ばされて、まあ、焼けて。が、顔が焼けて、倒れられたと思うんですけれども。あの時にね。よ、まあ、あんな包帯があったなと。いうようなことも。まあ、あの。私にしたら。印象に残っている。うーん、一つの出来事だったなと。思ってます。 9月の3日あのようやく、まあ、除隊ということになって広島駅まで歩いていきましてねその時ねあの軍隊でそ,の、えー、それなりに保存しておった毛布とかあの靴とか返上かとかねそういうものを1足か2足余分にもらって毛布も23枚もらって帰る人にこう分けてくれたわけですよ。それを担いで広島駅歩いていって。 そこからあの貨物列車の無害者もうそ <laughs> 天井のほんまにあの荷物と一緒ですたね。はるりゃまあ、うん、乗れるだけ乗れってような格好で人間が重なりなう格好でこれでまあ帰れるわっていう思いで広島駅から、うんまあ、列車に乗って、うん、あれ何時間くらいかかったんでしょうか、うん、夜に乗って昼頃大阪駅着いたもう経験がありますけど、まあ、その時の,あの広島駅の まあ、あのー、汚,か汚かったこと言うんですか。まあ、ちょっだらけでね、何がそれはたるんでそれまあ,あの、やむを得ない状況だったと思いますよ。うん。それ戦争くらいむなしいことはないんじゃないですか。一言で言うてね、その当時のせあのー、大人はね、あまりにも盲,盲目だったんじゃないかなと、私も含めて。それは国の政策がね、その軍国主義時代とは言いながら、もっと大人が目覚めて、そんなもんするなと、戦争反対っていうのはね、のろを上げとったら、 あの戦争はなかったんじゃないかと。その当時でも戦争反対するグループはありましたからね。そんなもんが下手に反対したら東国ですわ。ええ、それはもう一遍にやられてしまう。それこそも一家めちゃめちゃと嫌な状況に追い込まれるというのは実態でしたからね。そういう怖さもあって、も、ま、う、あ、国の言うままに動いたという、うん、実態があったと思うんです。しかしながら、もちろん原爆もそうですけども、戦争くらいもないことはない。こんなつまらないことは、それはね、 あのまあいかほど皆さん若い方見てらっしゃるかどうか分かりませんけども現に日本の国内でも横須賀あた辺りでもすごいじゃないですか潜水艦もあればね軍艦もあるアメリカの航空母艦もあるとああいうものをこう目の当たりに見ているとえー、っと思うんだけども何もないそういうものを見ていないともうついつい無関心になるんだけども現実にはやっぱしあの 戦争がいつ起きてもおかしくないというような状況はあの世界中を見ればありますから少なくともどんな場合でも戦争っていうようなことは全く反対するという考え方であの機会あるごとに立ち向かってほしいとただ被爆者のそういうつらかったうん苦しかった体験だけ聞いてそうかというようなことでの,あの済ますんではなくて 戦争くらい、まあ、自,分を自分が犠牲になることもさることながら家族を巻き込む不幸につながることも絶対というような考え方で対応してもらいたいなという若い方にはそういう願い私は持ちます。辰之助さんの証言でした